あ、俺レア8持ってる2つ。何持ってるん？短縮。お、ええやん。あと貫通。お、ええやん。貫通絶対使わねえやつや。あ、俺指一生使わねえって決めてるからもう。わ、気持ち悪い。で指使ってたのしとんで。しとんで。バレてな。弓使って10連敗してんの知っとんね。めちゃくちゃボコられたからな、ほんとに。あ、これね、手さんやっとるやんって思って入ったらすぐ抜けてったからな。心折れたんやな。違うね、野良のやつがすぐ死ぬね。得てもすぐ死ぬけど。じゃあすぐ二オツになんね。もうやめやん、そんな。オドガロンも倒せてない状態で2オツってもうそれやめやんもう。いや現実的にあるやつらしいですよ、解体って。解体、はい、全くもうそれ聞いても、何のこっちゃ分からん。地形らしいっす。なんか地形、はい、地形って分かりますよね、さすがに。分かるわ、分かるわ。もうすぐ30やぞ俺。あ、ゆら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 捕まえるわ。いや昔いつのクエストの話してやつだもん。よし、ちょっと待って、すべてのモンスター4匹ちょっと確認しとかないとね。これ全く関係ないモンスター1回倒してたから関係ないの出ない。出ない？筒井役とパオルムとリオレウスアシュ、リオレイアシュ。レイヤーさんかこれ。かなと、あとレギエナ。レギエナ。てさん、てさんいいこと教えてやろうか。何？左下あるやん。モンスター乗っとるやん、今いる。お、ある。このなんかなんていう赤いのあるやん。赤いのある。これがターゲットってるやつが、そう、ターゲット。ああ、この、ああ、ほんまや。あ、クエストマークのやつ。そう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 。俺レイヤー見つけちゃったんやけど。どうぞ。一人倒してくれん？あ、お、任してくれや。通訳頑張ってるんで、こっちは。俺がさばいとくわ、こいつ。ハンターランク高いし、俺。60超えてるし。やな。倒せんかったら恥やな。恥。倒せんかったら晒すわ。晒される。どこに有名になりますよ、ってば晒されれば。いや、ほんとスラークと相性バッチリだから、飛竜系は。知ってた？ほんま。ちっちゃいな。てかネルギガンテの体験強いっすね。強いしかっこいいし。はい。今回の武器は結構使い回し多いんで。なんかでもこれあんまなかったんで、形的に。ね。ネルギガンテ系はいいよね、全体的に。はい、新しいっていう。最終が、あとあれとか、なんだっけ、バゼルギウス、うん。ハンマー作りたかったんですけど、本当は。斧みたいな。ああ、あれね。デモンやったっけ。デモン名前。そんなんだって。こっち足引きずってます、あと。はやない。筒井ヤックスもん。こっちエテガーシ引きずってます。ダメじゃないですか。よし、オッケー、捕獲しましたね。あえてレイヤー無視して倒れに行こうかな。なんでやねん。任してくれや。俺破壊しっかりしとくから。すごい近くで戦ってる、なんかあっ毒やってるししまった、解毒がない。てかダウンロードで追加されるモンスターいるじゃないですか、次から、うん、あれってイビル上は無料だけど他のモンスターってどうなんですかね。え、もう発展されてんの？イビル上はあと確定で出るって言ってましたけど、であと次出る確率あるとしたらティガレックスとかナルカクルガとか古参モンスターとかそういった、イビルさんがね、イビルさんさえいれば満足。苦戦してるんですかちょっともう抗が薬と基準薬しっかり飲んだから。パオルム懐かしいな、1回しか買った時ねえからな。パオルム結構やるな、流力やったので。おお、女子装備だと結構いいの多いんですけど、男子装備だともうキリンとかも変態じゃないですか、ただのあれダサすぎるよねあれ本当に。そっち行ったレイヤー、はい、いけない、あれどっちだよ全く来てない。アオルムが飛んでる。ああ、落ちてくるのかな。オッケー。あしゃ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 。マジか、異性の最強。V破壊のあれが出ねえな、こいつ。V破壊出しねえ。そろそろ畳みかけるからそろそろ V 破壊報告畳みかけるように流れるから。これはレイヤー5か所あるからそんなに多くないエテさん初めてやったゲームって何ですか？じゃあ最初にやったゲーム、はい、ガキの頃に、はい、じゃあそれで言うたらあのマリオワールド、はあ、スーファミナ、はい、ほんと友達ん家でさやったのが覚えてるもんね、記憶に。あで大人ってそうなってしまったと。そう、マリオワールドから入ったやつこうなるから俺確か保育園の時に一番最初やったゲームが、うん、初代バイオ。初代バイオプレステじゃんそれ。はい最初からバイオっすよ。それはね、いかつい子供にいかつい育ち方するわてか、エテさんが気になってるモコさん入ってきましたよ、クエストに。あ、モコちゃん、モコちゃん絶対男、絶対男、絶対男、おっさん。モコちゃん女の子やって、絶対絶対鳥猫だ、絶対。モコちゃんさ、ちょ、入れようや、ちゃ、ボイちゃんこの猫のおっさんだわ、もうガチおっさん、ガチおっさんって言うとモコちゃんやで、絶対女の子やんなんかパッと出じゃないですか、モコって。もう一瞬で名前つけれそうだもん中2ぐらいの女の子やとえては想像してるんやけど、めっちゃきれいだもん。中年、中2じゃなくて中年です、中年自分のおっさんっすよ、絶対ちょっとレイヤー逃げました、そっち行きました。あら、ほんとだ。じゃあ無傷じゃないですか、レイヤーどうなってんすかこれ傷ついてますね、これあれ本当に無傷じゃねえかこれ。いやめっちゃ殴ったって。いや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 。俺も寝たかな。残って言わないでくださいよちょっと。おっさんですよ絶対。やばいやばいやばい。何に嫁作れば気がするんすか。昨日の放送でも嫁作って。何ですかキツネって。おちょっと待ってちょっとほらひなたちゃん入ってきたね。ひなたちゃん。離脱したんすよ。文字が読んでない。どうですかもう本当に。うわやば帰っちゃった。タオルム倒しに行こうっとでこっち来んだ。パオルムどこにいるの。パオルムなんか寝てるのかな。どっか行った。あ、今ヤンコさんと合流しまして。ちょっと俺とレイヤーが一緒に寝たんだけど。カエルですねカエル。ねえ、あ、起きた。俺起きた。よいしょ。爆破で。ワンコさん撃ちます。はい。はい、よし。頭破壊しちゃうでしょこれ。来てないよ。あれ？あ、綺麗だわ。来てない。めっちゃ綺麗だった。あ、逃げたしあいつ。モコちゃんこっち手伝ってくんないかな。モコちゃん？殺人の煙筒置いてる。モコちゃんそんなのできんの？おっさんっすよ絶対もう。そんなか弱い中二が、か弱い中二の女子が殺人の煙筒なんて置くわけないじゃないですかそもそも。やばい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 。ちょっと乗るか。終わったらまた。よし倒したー。あえて寝る。レイゲーナ行こう。レイゲーナ。めっちゃリオレイヤー見える。レイゲーナ。モコさん。モコさん一人で戦ってる。モコどこ行ってんの。モコレイギアナ行ってんの。モコレイギアナ一人でか絶対おっさんじゃないですか。あ、それはおっさんやわ。あのレイギアナ一人で行くやつはおっさんやわ。ああおいフンターなんだよな。フンターなんだよな。真のフンターだ真の。解毒薬入ってねえのこれ。解毒薬入ってないやんこれ。いやいやいややられたわ。おいた。びっくりした。持ってこう解毒薬。リオレイヤーどっか行きました。任して追いかける。モコちゃんいないけどどこ行った。モコちゃんレイギアナの方向行ったかな。もしかしたらレイギアナここにいる。リオレイヤー来た。おい待たんかおい。よし逃げられた。あしまった。いにしえの飛躍。よしギエナ来ましたこっち。ナイス。ああ情けない声出してどうしたんすか。危ない。痛い。それはあそうだ解毒薬持ってきたよねな。めっちゃ連打してる。はいどうぞ。あ、バネや。おたー。やっぱ3人で狩りは楽しいっすね、もう。ワンコさんとモコさんと一緒にレイゲンだから。楽しいっすね、やっぱり。やっぱ一人でやったらもうちょっと面白くないっすもんね。おいおいおい激闘しとんねん、こっち、激闘。あ、レイゲーの勝った。あら、早い。早っ。あら、ちょっと。あ、もう終わるね。もう終わる。どうしようかな。あら、モコさん行く？どうする？モコちゃん、こっち。モコちゃん、こっち来た方がいい。てか、モコさん多分今、砲撃出ましたよ。きしょ。キーンと聞こえたんで今。きしょ言っても。あれ、婿さんは行きましたね、エッテさんの方。あ、来た？さすが、やっぱ女の子は、やっぱね、そういうとこちゃんとしてるからね。さっきおっさん言ったじゃないですか、自分で。おしゃい！いいかな。あ、まだやった！まだ捕獲できない、全然。あー、消去消去！あ、読み通り。完璧じゃない？遅いんだよな。完璧だったよ。今落とし穴入れてね、捕獲玉ね、2個使って、なんでワカさんだけ飛んだ。で3発入れたら捕獲完了。もう読み通り。ワカさんのドアップで終わった。ふてさん知ってる？え？僕らふてさん1匹やってる間3匹買ったんやで。鳥流力が深く取れた。紅玉出た、メス飛竜の。頑張ったから、えて。頑張ったから。うわ、すげえ、ハンターランクめっちゃたまるやん、このクエスト。一気に半分ぐらいまでいったんだけど、66の。